私たちは中日ドラゴンズオフィシャルパフォーマンスチームのチアドラゴンズ2019のシャオロンとパオロンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではね、自己紹介お願いします。はい、それではまず、名前と好きなものを言っていきたいと思います。改めまして、はい、私サブリーダーのミキです。好きなものは宝塚なので、昨日も宝塚に行ってまいりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、3年目のサラです。よろしくお願いします。私が最近好きなことは料理で、なんで笑うんですか。びっくりした。最近はオムライス作りにハマってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。1年目のしのです。ありがとうございます。最近ハマってることは YouTube でしっかりチャンネル登録しました。マスコットさんのチャンネルも開設されたので、チャンネル登録お願いします。はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。1年目のリノです。ありがとうございます。私は最近ハイチュウが好きで、ジッパーみたいなできるハイチュウ、ちっちゃいハイチュウを最近よく食べています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、皆さんがね、待ってる間寒いのかね、ちょっと反応もね静かですけれども、これからねチアドラゴンズの皆さんに踊っていただいて、この場を温めていただいて、ね、最後元気にね終わりたいと思いますけれども、みんな寒くないですか。寒いです。で、今日のメンバーがですね、はい、いつも18人で活動してるんですけど、はい、今日ちょっと比較的チビな5人で来てまいりましたので、いつもより手足を伸ばして踊りたいと思います。みんなね、広くね、ステージ使ってもらって、はい、分かりました。はい、では早速1曲目、準備はここで少しねお話をしていきたいと思います。はい、はい、温まりましたか皆さん。温まりました。温まらない。チョコさんの皆さん温まりましたか。はい、もう暑いです。あの、ボートレース常滑といえば、はい、夢がある場所ですよね。そうですね。はい、皆さん船券は買いましたか。買ってません。 ありがとうございます。今日この後、船券をご購入いただいた方先着100名様、また後でご案内させていただきますが、ドラゴンズグッズの抽選会もねご参加いただけますので、ぜひお買い求めください。はい、ということで、もし、はい、ボートレース常滑で、はい、ボートレース当てたら、当てたら何が買いたいかというねお話をしていきたいと思いますけれども、はい、はい、そうですね、当たったらもういっぱい買いたいのあるんですけど、まずはホールケーキを買います。ホールケーキ、はい、あれちょっと高めのですか。はい、はい、まずはいいものを買う前にホールケーキを買って祝杯をあげます。祝杯を、まずお祝いをね。はい、いいですよね。はい、はい、そして残りは、残りはいっぱい使いますこちらで。あ、じゃあちまちま使っていく感じですね。そうですね、はい、もっと大きいものを買うのではなく、はい、ケーキを買って考えましょう。そうです。はい、そんなミキちゃんでした。はい、はい、じゃあサラちゃん聞いていきましょうか。はい、私はちょっとせっかく夢のある場所なんですけど、はい、昨日携帯が割れてしまったので、あら、なので新しい携帯をまずは買って、はい、そこから開運グッズをちょっといっぱい買い占めたいで。そうなんですよ。あ、運が良くなかった。いや、結構ね、ここまで聞いてると、ガッと大きいものを買うわけではなくて、はい、いろんなものをちょこちょこ買いたいなって感じです。はい、あとは貯金します。お、はい、現実的ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、しのちゃん行きましょう。はい、私は、
貯金したいです。あら、使わない。使いません。何のために貯金するんですか？いつか何十年後か、結構先何十年後かに夢のマイホームを建てたいです。将来のために、将来のために貯金します。はい、皆さん真面目ですね。ね、真面目なメンバー今日来ましたか？じゃあちょっとこの先も楽しみですけど、はい、じゃありなちゃん。はい、私はもう今すごい寒いので、はい、買うというよりかは温泉旅行に行きたいです。おお、ちょっとじゃあいいところに泊まって、はいはい、いいですね。マーゴか。でもそれで全部使い切れなかったら、そうですよね、うん、お土産いっぱい買います。なるほど。じゃあドットじゃ使ってもらうことにしましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ななかちゃん行きましょう。はい、はい、私は海外旅行に行きたいです。お、どこに行きたいですか？モルディブとスウェーデンに行きたいです。寒いのにまた寒いスウェーデンに。スウェーデンの国旗が好きなんです。あ、国旗が好きで行くのは珍しいですね。はい、ムーミンが好きとかね、はい、あるけど国旗が好きです。国旗が好きで、はい、なんか不思議ですね。ね、みんなの夢が叶うといいですね、このね、はい、ポータリストコナメで。はい、ちょっとね、真面目な皆さんでした。はい、ありがとうございます。じゃあパオロンとシャオロンにも聞いていきましょうか。書くもパオロンから聞いていく。はい、書くもんがない。あ、これね、こういうグッズを作りたい。なるほど、これ欲しい人みんないますか？手作り、初めて見ました。ね、これ手作りだそうですよ。ね、これをポートレストコナメで当てた、ね、お金で自主制作をして売ってさらに増やすというね。すごい、意外と計画的ですね。そうですね、グッズも欲しいけどその先にさらにね増えたお金が待っているというね。意外とすごいな。まあ、ある意味投資ですね。すごいな。後ろにもちゃんとドアラさんもいて、かわいい、ね、あ、ちょっとドアラさん怪しいけど。ドアラさんもちゃんといて、でもメインはシャオロン、パオロンだよっていうね。はい、じゃあ当てたらこのグッズ発売しますので、ぜひね、お買い求めください。お願いします。はい、お願いします。じゃあシャオロンも聞いていきましょうか。ちょっと遠いから、じゃあ聞きに行こうかな。はい、これ宝くじを、しかも結構大量に買ってさらにお金を増やす。なるほど、ちょっとシャオロン、パオロン、お金を増やそうとしてますけど、すごいな。意外とすごい、あの、さすがドアラの仲間です。そのお金をさらに増やそうとしている、このね、シャオロン、パオロン、可愛い顔してね。えすごいです。しかもね、パオロンに、ね、至ってはみんなからお金取ろうとしますからね。一番すごいやつ、ね、本当に、ね、ちょうどでも本当みんなが真面目な中ね、お二方はね、ありがとうございます。まあ、夢がある場所なのでね、皆さんもね、どんなものを買いたいか、貯金したい方もいらっしゃると思いますけれどもね、そんなことを思いながらね、買っていただきたいと思います。はい、はい、ということで